結局乾きのつもりか分からずか。諦めるのはまだ早い。もう一度みんなで当たってみよう。うん、そうだな。もし、そこの若者よ。あなたは。占い師のようだな。乾きの壺を探しとるんじゃろ。乾きの壺がどこにあるか知ってるんですか。教えてください。真実の湖にあるストークの神殿に入るのに絶対必要なんです。それさえあれば湖の水を枯らすことができるんだ。ミネアアネミー。廃墟の町が見える。おお、ここは乾きの壺はドムドーラの町にある。ドムドーラ？その町はどこにあるんです？砂漠の東。私が案内しちゃいます。アベル、俺は海に戻る。いつかまた一緒に大暴れしようぜ。達者でな。おばあちゃん大丈夫？喉がヒリヒリだがさ。案内するなんて言ってよ。帰って足手まといになるだけじゃねえかよ。よせよ。おばあちゃんが来てくれれば助かるって言ったのはオイラたちの方だろ。はい、お水。ありがとう。若い子ならともかく、年寄りなんかと旅をしたってよ。暑さで苛立っているんだ。気にしないでよ。はい、気にしません。疲れたらおぶってあげるからね。いやもう。変なばあちゃん。見えるか？ドムドーラとかいう廃墟などどこにも見えませんよ。このばあさん、でたらめ言ってんじゃねえのか？やめろ、モコモコ。落ち着けよ。お前、いつからばあさん好みになったんだよ。モコモコ。ゲゲ、まずいことが起こりそう。どうしたんだい？火のサソリが迫ってきただわざ。火のサソリ？いやこっちからよ。ばあさん、いつまでしがみついてんの。
ったく。いやー、やだやだ、いっちー。けー、もう冗談じゃありませんよ。レディちゃんのパフパフならともかく、うん、シワシワのカサカサに、パフパフ、誰、そんなもの。おかしなばあさんだぜ。なに、真実の湖の場所が分かったのか。は、闇のバザールでこやつが突き止めてまいりました。うん、真実の湖はストークの神殿に。ストークの神殿。ラーの鏡には竜の天秤は真実の湖にあると書かれてありますので、直ちに要塞外務で。うん、でかした。さすればバラモス様、この私めもお供させてください。亡霊の島ドランの都での恨み晴らさねば、この時期ど。わかった。お前の好きにするがよい。どうした？ひどいひどい。ドドンが私のお友達でしょ。隠し事をするなって。ティアラ、お友達、そう、でも、わかった。ドドンが言う。要塞外務、真実の湖行く。真実の湖、ストークの神殿にある。ああ、やっぱりドドンがお友達。しっかりしてよ、ばあさん。水、水、ない。水、ったく、もうとっくにない。あー、きさま、浴びる水。あら、はい、おばあちゃん、飲みなよ。まだ入ってるから。アベル、ありがとう。役立たずのばあさんなんかにやることねえのによ。まあまあ見てなさい。キャドッ。なあ、すげえぜヤナック。なあ、光った。ばあさん、さっきは悪かったな。ぷいぷいぷい、知らない。ミネアばあさん。あ、なに。ちょっと頼みがあるんだ。頼み。私の弟がどこにいるか占ってくれないか。弟。あ、トビーって言うんだ。いいわよ、ミネアアネミー。これは邪悪なものを感じる。分かったのか。あんたの弟はバラモスの支配するゾイック大陸に。バラモスの。やった。それは誕生日に友達からもらったんだよ。時々オイラが行きたいところに導いてくれるんだ。導きの石なのね。導きの石。あ、待て。おい、待ってくれよ。こら、待て。それ、ど、あ、だ、あ、だ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 、ぐ、ぐ、ぐ、なんだ。アベル、捕まって。アベル。ヤナック。ここが？
ドムドーラの町だわさ。え、これがドムドーラの町。このドムドーラの町は悪魔の騎士が廃墟にしちゃったのよ。悪魔の騎士？渇きの壺を使ってね。じゃあここのどこかに壺があるんだね。これじゃなかなか見つかりそうもねえな。ほら少し休む。アラック、また氷出してくれよ。大体ね、努力もしないで簡単に見つかると思うのが間違いなの。ほら努力なんてできれいだよ。ああ喉が渇いちまったよ、まったく。おばあさん急に元気になっちゃってる。どうもわからないばあさんね。何か知っているに違いない。とにかく後についていこう。もこもこ置いてくよ。勝手にしろい。渇きの壺だと。バカ、渡してなるものか。ばあさん、どこまで行く気？あ、ここだわさ。ここ、ここ開けて。この中に渇きの壺が？うん、いいから早く開けて。わかったわかった。俺に任せな。ベイラマ！すごい。くぅ、年寄りには年寄りなりの喜び方があるでしょうに。おばあちゃん、この下に渇きの壺があるんだね。きっとあるんだから。なんかうさんくさいところだ。バカめ、鎧の騎士にやられれば死ぬ。また鎧の騎士を斬れば瓦礫の下敷きになる。どっちにしろ貴様らは死ぬのだ。あの声は？出た出た出た、悪魔の騎士だわさ。悪魔の騎士？死ぬ！ベイラマン！おいしみ。嘘。どんどんいい。どいつもこいつも地獄に送り込んでやるわ。おいみ。なんてやつだ。このやる。まず呪文を封じ込めねば。魔法と何の渇きの壺よ。
若返った。それもかわゆく。 私はあのばあさんがあんな可愛い子ちゃんだと分かっていれば<笑>憧れのパフパフが残念<笑>これがあなたたちの探していた乾きの壺です。これが乾きの壺。 私は老婆にされてしまったの。そして悪魔の騎士は姉のマーニャを捕らえて神殿の地下に閉じ込めたの。それで私はあなたたちと共に来たってわけ。勇者であるあなたたちなら悪魔の騎士を倒してくれるに違いないと思って。呪いが解けてドムドーラの町が蘇っていく。これも みんなあなたたちのおかげです。ありがとう。これはドーブだ。ドランの国王にもらったのと同じやつだな。このオーブを4つ集めれば不死鳥ラーミアをよみがえらせることができるの。不死鳥ラーミアだって？ティアラから聞いたことがあるぞ。<笑>ドムドーラ、神秘の町ドムドーラ。かわいい。 アベル、私ストークの神殿に無事に入れることを祈っています。ありがとう、ミネア。女心は 悲しいね。 バラモス様、見えました。うん、あれが真実の湖。ドドンガに。ええ、楽しんでもらおうと思って作ったの。ドドンガ嬉しい。贈り物嬉しい。 許して、ドドンガ。 ティアラ、ドドンガ、とっても嬉しい。ナクモ、無茶するんだから。ドドンガ、いつもティアラと一緒。<笑>
この乾きの壺さえあればストークの神殿に入れる。あとは海を渡って中央大陸に行き、真実の湖へまっしぐらだ。よし、ガンガン行くぜ。